遺伝だけじゃない、身長を伸ばすために心がけることを一緒に学んでいきましょう。身長をできるだけ伸ばしたいそのために必要なことは何でもやりたいという声は男女を問わず成長期のアスリートや保護者のほぼ100%の方々から聞こえてきます。 慎重に関わる要因は、生まれ持った要因として遺伝やホルモンなど、変えられる要因として食事、つまり栄養、運動、睡眠や休養などが挙げられます。この中でも遺伝の要因が大きく関わっていることは周知の事実です。 両親の身長から子供の予測身長を算出する式もありますので、よかったら参考にしてください。例えば私の場合で計算してみます。私の父の身長は164センチ。母は154センチと両親ともに大変小柄です。兄の予測身長は 1 6 7 5ンチですが実際は1 7 2ンチあります私の予測身長は、50. 5 0 5ンチですが実際は1 5 4ンチです予測身長よりも5ンチほど高いです振り返ってみると母は幼い時から 食事バランスを考えて食事を用意してくれていました特に寝る時間においては厳しく言われ大晦日や正月など特別な時以外の夜更かしは許されませんでした兄も私もよく食べよく寝たおかげで予測身長よりも5センチも高く成長できたのかもしれません 遺伝については生まれ持った要因ですから改善することは難しいですが変えられる要因については改善できるものもあります自分で変えられることとは何でしょうかそれはやはり食事、運動、睡眠ですここでは食事と睡眠について学んでいきましょう 身長が伸びる時期について背を伸ばすチャンスは人生の中で2回あります。まず1回目は赤ちゃんの時、そして2回目は思春期の頃です。女子は9歳頃から身長が急速に伸び始め、11歳頃がピークになる子が多いです。男子は 11歳頃から始まり、13歳くらいに成長スパートが来る人が多いと言われています。もちろん個人差は大きく、早く伸びる時期が来ること、遅めに来ることいますので、男子だと高校3年生ぐらいまで伸び続ける子もいます。よくある例で、 小学5年生ぐらいから身長が急に伸び始めると急に食事をたくさんとったり好き嫌いなく食べようとする選手がいます幼い頃からのいろいろな食材を受け入れる訓練がコツコツできていないと急に食事のトレーニングを始めようとしても体が追いつかず 大変苦ししいいものになってしまいますこの身長を伸ばすチャンスを最大限に生かすために小さな頃からコツコツと食事の量を食べいろいろなものを食べられるようにしていきましょう次に選手に足りなくなりがちな成長のためのエネルギーの確保 についてお話しします自分で変えられる要因の一つ目が食事・栄養です成長期はスポーツをしていなくても大人よりも多くのエネルギーと栄養素を必要とします成長が止まっている大人は生きていくためのエネルギーが必要です 積極的に運動をしたり肉体労働をしている大人は生きていくためのエネルギーに加え消費するエネルギーが増えますのでその分がさらに必要になります成長期のスポーツをする選手は生きていくためのエネルギー運動をするエネルギーさらに成長するための エネルギーがが必要ににななるることがお分かになるとおか思いますもし、運動、成長するためのエネルギーや栄養素が足りなくなったらどこから使うのでしょうか生きていくためのエネルギーから使っていくことになりますので体に様々な支障が出てくるのは想像できるかと思います だるい、疲れが取れない、集中力が続かない、イライラする、冷える、髪の毛が抜ける、肌荒れが広い、など、それは生きていくためのエネルギーや栄養素を活動をするために使われてしまうからなのです。この状態でどうやって身長を伸ばしたり、 体を大きく強くしていくことができるでしょうか成長期のアスリートは身長を伸ばすための成長するためのエネルギーが足りていない人が大変多いのが現状です。さらに成長期のアスリートは筋肉や血液が壊れるスピードも速いのです。 筋肉や血液を修復するために必要なエネルギーや栄養素が十分にないと修復するスピードに追いつきません。また、汗を多くかくので水分やミネラルの損失が多いのも特徴です。意識をして材料を取っていても汗から出ていってしまうスピードが速いのです。 私はたくさんの中高生のスポーツ選手の体組性測定を実施しています。体重だけでなく筋肉量や体脂肪率、体水分量などを見ていますが身長を伸ばしたいという中高生の選手の中で体脂肪率が3から4%という選手が多くいます。 この選手たちには身長を伸ばすだけの蓄えがありません。少なくとも10%以上の体脂肪率は欲しいところです。成人のトップアスリートでは体脂肪率が1桁の選手が多いので体脂肪は少ない方がいいと思っている方も多いですが それは成人のトップアスリートの話であって、成長期のアスリートとは違いますので注意をしてください。また、小さい頃から普段の生活が忙しい選手が多いのも現状です。学校での生活以外に、1日に2つ以上の習い事や塾へ通ったり、 平日の大半を夜遅くまで練習をしたりしていませんか時間的余裕がなかったり、疲労のために食欲が落ちて、食事量が落ちてしまう選手が多く見受けられます。夜遅くなってからの夕食で、寝る直前にたくさん食べてしまい、朝食がおろそかになっていませんか 繰り返しになりますが、成長期はたくさんのエネルギーと栄養素が必要になりますので、食べたいから食べるのではなく、必要だから強くなりたいから工夫して食べるという意識が必要です。自分で今何が必要なのかを学び、考えていく習慣をつけていきましょう。 次に身長を伸ばすために大きく関係する成長ホルモンについてお話ししますまず成長ホルモンの働きについてお話しします成長ホルモンは身長を伸ばしたり筋肉や骨を作るためのホルモンですその他にもいろいろな役割がありますが 特にエネルギー代謝、つまり三大栄養素、糖質、脂質、タンパク質のエネルギー源からエネルギーを作り出す働きを調整しています。成長ホルモンを多く分泌させるためには、どんな工夫が必要でしょうかやはり、栄養、運動、 休養なのです成長ホルモンを多く分泌させるために睡眠が大きく関わっていることは聞いたことがあると思います自分で変えられる要因の二つ目は睡眠です夜22時から夜中の2時あたりに 熟睡していることが大切だと聞いたことがある人もいるでしょうこの時間帯にしっかり眠るために良い睡眠を促すポイントを7つ出してみました就寝前に食事をする場合はどか食いをせず消化の良いものを少量取りましょう寝る前に胃の中に食べ物が多くあると 眠っていてもずっと消化活動をしていることになるので体の休息が浅くなってしまいます寝つきが良くないときは温かい飲み物をゆっくり飲んで眠気を促すのもいいですね牛乳や豆乳、ハーブティーなどカフェインのない飲み物を選びましょう ぬるめの入浴でリラックスしましょう。温かい体が少し冷めてくる頃が入眠しやすいと言われています。リラックスできる音楽を聴くのもおすすめです。寝る直前までスマホやパソコン、テレビなどから発するブルーライトを避けましょう。 脳が刺激されてしまい、しっかりと休まりません。リビングや寝室の照明は、白色ではなく、暖色系の照明にし、暗めに落としましょう。枕やマットレスなど、自分に合ったものにすることも大切です。食事、栄養、休養は、自分で、 変えられます今日からできることをやっていきましょう。